au のやつは結構ね分が悪いなっていうのが正直なところ。最近の機種はねだいぶ良くなってワールドワイドで展開したやつをそのまま使ったりしているんで、ね、使えることもあるかもしれないんですけど、どの周波数どのバンドに対応しているスマートフォンを私は持っているというのを必ず調べてくださいね。で、自分のスマホに対応したキャリアの窓口に行くということです。これはどういうことかというと、ここからね現地に行った時の話になります。まあ、日本だとやっぱりドコモ、au、ソフトバンクと3社あるじゃないですか。世界中の国行ってもやっぱりね1社っていう国はないですね。まず必ず、2社以上ありますんで、その今、日本にいる時にそのキャリアのページとかスマートフォンのことを詳しく書いてらっしゃる現地のね、そういうページを見て、私が行った時にこの SIM を買おうっていうのを選んでください。必ずこれは確認を日本からしていかなきゃダメです。 Android でも iPhone でも大概はねそこにいる人が設定してくれたりします。なのでポイントなのは、日本語のまんま渡すと向こうの人が読めないんで設定できません。なかなか難しい。なので窓口に並ぶというよりも、日本にいる時にちょっといじって、これ必ずねちょっと一回試してみてください。言語設定を英語にすること。言語設定を英語にして窓口の人に渡せば、 SIM カードをね入れ替えて設定してくれます。でそのまま返してくれますんで、日本にいるうちにね一回言語設定を英語に変えてみて、で英語から日本語に戻すっていうことを日本にいるうちにやるんですね。そうすると現地って慌てませんから、必ずこれをできるようにしてから外国に行くというのがポイントです。で iPhone だとね、ほんと SIM カードを挿せば終わりです。全部設定でされちゃう。ただ Android は全然設定がねできません。それだとやっぱ現地の人に任せるか、ちょっとね説明書なんかを読む必要がありますね。向こうで必ずと言っていいほど、このワードわからないとね結構難しくなっちゃうよっていうところで、これですね、重要ワード。まず APN というこの単語、これすげえ重要です。これね、略称なんだけど、正式名称で言うとアクセスポイントネットワークですね。これ何なのっていうと、無線 LAN の、アクセスポイントの名前とかってあるじゃないですか。あれと同じようなものなんですね。単純に言うと LTE とか 3G とか携帯電話でいうところの、ネットワークの名前がこれになります。基本的にはこの APN というものを各国のねキャリアのものを入れてあげないと、携帯電話の基地局と自分のこうスマートフォンが通信できないんですよ。なのでこれの設定は必須です。ただ私さっきね iPhone はもう無敵ですって言った通り、日本の iPhone にはほぼ世界中の、日本の iPhone じゃなくてもそうなのかもしれないけど、世界中のね APN がすでにこの中に入ってるんですよ。なので現地の SIM を挿せば、もう勝手に認識して APN の設定を自分でしちゃいます。 iPhone はその点楽です、海外旅行にはね。ところが Android だった場合はこの APN の設定が絶対に必要です。ほぼ APN 設定なしで使える Android も多分スマホはないと思う。でこの間ねたまたまシンガポールに行った時の SIM のこうケースが手元にあったんでお見せすると、こういう感じで、さっきのちっちゃいやつこう入ってる、これパキンって割って入れるんですけどね、こういうのね。これがシンガポールのね、シンテルの SIM の台座ですね。これはもういらないゴミみたいなもん。で、実際重要なのは、その SIM カードの中に入ってる、こういう説明書みたいなのが必ず入ってます、SIM カード買うと。基本的にはね、こういう SIM の説明書を見て、見ることで、その中にね、APN が書いてあったりしますんで、そういうので設定するという感じです。なので、こういうね、APN の設定っていうのが必ず Android で必要ですよというのは覚えておいてください。分かったつもりでね、SIM カードだけもらって帰ると APN はね、結構設定難しかったりするので、ちゃんとね、英語の状態でお店の人に渡して設定分からなければしてもらっちゃうというのが一番楽だと思います。チャージって書いてあるんですけど、各国に呼び方が違うというふうに書きました。何が違うのかと言いますとですね、チャージっていう行為がね必要な国もあります。Packed with everything you need って書いてあって、これツーリストSIMと言われるSIMなんですね。自分の国に旅行に来た人のために、結構な国がこういうツーリストSIMというのを用意しています。これ何がいいのっていうと格安なんですよ。例えばここ、これ今パッケージの写真が書いてあるんで、これ見ていただけるとわかるんだけど、このSIM私今回15年使ったんだけど、15シンガポールドル払うと、つまり4ギガは、時間制限なく使うことができます。
500分地元の電話が使えます、携帯電話。それから30分国際電話が使えます。電話番号で送れるメールね、あれが500通送れますよっていう感じなんですよ。これで1000円ぐらい、めちゃくちゃ安いでしょ。このプランさ、日本だったらいくらするって。まあこういうツーリスト支援がある国はもう行ってこれ、まあ行った日数に対してさ、買えばいいだけじゃない。ツーリスト支援がないとどうすんのっていうと、1ドルで買ったSIMカードに僕は10ドル分のチャージをします。そうすると自分の電話の電話番号に10ドル分チャージされるわけです。でその10ドルのチャージを使って、例えば LTE をじゃあ5日間5ドルだよみたいなの、そこから電話番号で SMS で送ると契約ができたりとか、電話かけたらその10ドルからだんだん減っていくみたいな、そういう使い方がね多いんですね。でね、このチャージっていうのは各国で呼び方が違うんですよ。なのでこれね、ちょっとチャージしなきゃいけないっていうことをぜひともね覚えておいていただきたいなと思いまして、フィリピンはねロードって言うんですよ。でカンボジアはねチャージですね。日本語と一緒でチャージっていうのは分かります。はい、ということで今日はですね、海外でSIMカードを入れて携帯を使う、スマホを使うというところをちょっとご説明させていただきました。ちょっとね、画用紙にいろいろ書いてペラペラーと喋りましたけど、実際はもうすごくね奥が深くて結構難しいんですね。私今言ったのはあくまで基本的な考え方ですので、まあまあこれに対してね、行く国のやっぱりSIMカードの事情とかっていうのをインターネットで調べれば出てきますので、ね、ちょっとそういうの読んでいただければなと思います。まあ日本でいうところドコモのようなSIMカードを選んでいただくのが一番ベターかなと思います。なんかいろいろチャレンジするとね、失敗すると使えなくなっちゃうし、現地で調べることができないんでね、少なくとも。私の一番のおすすめは、そういう情報とかをね、日本で調べてプリントアウトして持っていくんですね。なんで、わからなくならないように、ここのSIMのこのプランを契約するんだみたいなのを、自分で紙で印刷して持っていけば間違いないんでね。やっぱね、便利ですよ。うん、SIM 刺さってるとね、日本にいるときに携帯使うような感じで、どこ行っても使えますし、迷ったらさ、調べることできるし、Google マップ見て、あの辺だなとか場所調べたりすることできますんでね。ぜひとも海外旅行に行く機会があったら、ちょっとやってみてくださいという感じです。今日私がお話したことでね、もっとこんなこと知りたいとか、こういう時どうするんでしょうみたいなのをコメント欄に、ね、書いていただければ、これだなと思ったのがあれば、また動画でお届けして、ご質問答えていきたいなと思っております。ということで、今日の動画、よかったら高評価。まだまだね、いろいろ気になるなーって方はチャンネル登録して、次からも動画見ていただければなと思います。はい、ということで今日は海外のね、SIMカードの使い方についてお話しさせていただきました。また次の動画見てください。では。